スポーツメダルとしての金メダルの一例金メダルとは、第一義には、金で作られた、希少、希少、または、金メッキを施された、希少、希少。競技会や、競演会の優勝者に対する表彰、その他諸々の記念などのために贈る場合が多い。英語では、ゴールドメダルといい、日本語でもこれを音社した、外来語、ゴールドメダルが通用する。漢語では、 金牌という。第二義としては、第一義で、オリンピック優勝者に授与するところから転義して、大きなスポーツ競技会で、第一位になることを言う。本来は、金星で、円盤型をしており、表面には、勝利を象徴する、月桂樹などの模様が施されているメダルをこう呼ぶ。また、本体上部には、缶がつけられ、首にかけて、 ぶら下げるための幅広の紐やリボンが通されている。また、比喩的表現として、勝利、優勝などの意味としても使われる。団体スポーツにおいて優勝期や、トロフィーなどはチームに与えられるが、金メダルは、選手一人ずつに与えられる。獲得した金メダルとともに取材写真に収まる、近代オリンピックの、金メダリスト近代オリンピックにおける金メダルは、 オリンピックメダルの一種。第一位の成績を上げた者に授与されるメダルである。社会的価値において金、銀、銅に序列があって、金が最高位であるように、第一位の表彰は金で表される。2003年版までのオリンピック検証では、純度92.5%以上の銀製メダルの表面に 6g 以上の金メッキしたものと定められていた。これは、 開催国によって経済的不利がないようにとの配慮である。しかし、2004年度版以降の検証からは、この記述は削除され、メダルと賞状の形式は IOC に事前に提出して承認を得なければならない。という記述を残すのみとなっている。1912年開催のストックホルムオリンピックまでは、純金製の金メダルを採用していた。 メダルの衣装は大会によって異なる。1998年長野オリンピックでは一部に漆塗りが用いられた。2006年鳥のオリンピックでは形状がドーナツ型で形態が様々であった。ただし、夏季オリンピックの理念については2004年アテネオリンピックを機に企画が統一され、勝利の女神ニ家がレリーフとして施したものに固定化された。 この変更はギリシャが国際オリンピック委員会へ要請したことによる。金メダルを噛んで見せるメダリストたち、画像の選手たちは2010年バンクーバーオリンピックのボブスレー競技で優勝したスティーブン・ホルコム率いるアメリカチーム。金メダルを噛んで見せるメダリスト、画像の選手はノルディックスキージュニア世界選手権2011のスキージャンプ優勝者コリン・マテル。 金メダルを獲得した選手が手にしたメダルを交換で見せたり噛むジェスチャーをするというパフォーマンスがある。これは20世紀の終わり頃から見られるようになった。米 CNNTV はメダルを噛む仕草は喜びに満ちた選手の象徴的な光景と指摘し、専門家によるメディアを満足させようとする努力との分析を紹介した。この行為を表す用語はなく、 日本語では、金メダルを、こう噛むあるいは、金メダルを月かじると表現する。表現の揺らぎによって、金を略した語形もある。英語では、中、英ゴールドメダルなどという言い回しが通例となっている。金メダルを噛むパフォーマンスを誰が最初に行ったかについては、諸説あるが、その中で最も有力とされているのは、1988年。 ソウルオリンピックの時、競泳男子200メートル自由型で優勝した、オーストラリア代表選手団カンジョン・アームストロング、その人である。理由についての詳細は不明ながら、一説には、金メダルが、本物の金でできているか確かめようとしたという。その後、様々な国、地域の金メダリストがこれをやるようになり、 ニュースや雑誌記事などを通して広く世界中の人々の目に留まる光景になった。日本では1996年アトランタオリンピックの柔道男子7 1ラム球金メダリストとなった中村健造が表彰式の直後に行っており、信頼に足る情報に基づくものの中では、これが日本及び日本人として初のパフォーマンスと考えられている。 インターネット上では、長い間、中村の試合の2日後に行われた、男子 60kg 級で、金メダリストとなった、野村忠宏が、日本初、日本人初とみなされていたが、野村自身はこれを否定し、中村先輩を真似たものだったと告白している。また、当時のスポーツ紙の取材写真でも、 中村のパフォーマンスを確認できるため、野村の知る限りでは中村が最初ということになる。スポーツ紙に掲載された中村の写真についての関係者の話では、中村のパフォーマンスは現場のカメラマンの要請に応えてのものであった。その関係者は中村にはメダルを噛むという発想はなかったと考えている。このような経緯で中村から始まったようであるが、 試合前は無名であったのに一躍若手のホープとなった野村に世間の注目が集まる中、もっぱら野村のパフォーマンスだけが大きく取り上げられることにより野村忠宏が日本賞という五人が生まれたものと考えられる。東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会では表彰式でメダルを噛む仕草をする選手の写真とともに メダルは食べられませんとツイッターに英語で投稿した冗談がネットや海外メディアでも話題となった。組織委、e、は選手の活躍を紹介するいくつもの書き込みに交えて公式見解としてお伝えしたいと思います。メダルは食べられません。と発信。メダルがリサイクルの金属製であることを紹介し、絵文字付きでメダルは噛んではいけませんよ。でもきっと、 みんな噛むんだろうけど、と書き込んだ。これに対して、2000件を超えるいいねがつき、欧米メディアもこのメッセージを報じている。組織委は、反響を受けて、ツイッターに、五輪選手のどなたかメダルの味を教えてくれませんかと、再び冗談を書き込んでいる。ありがとうございます。